はい、こんにちは。やれるところまではやっていこうという感じで進めます。何度も同じことを言ってしまうんですが、最初に塗るブランチは赤がおすすめです。赤、青、緑です。で、今話したんですけど、O、B、A、F、G、K、M、ここ紫です。だから赤はもう最初でやって、赤、青側なんですけど、青で緑って言いましたね。赤、赤、反対にした方がいいかな。当たってますね、赤。赤が決まって、青、この辺が決まる。青が決まってるんですけど、もっと紫、こうやって二段構えで、ここ、こういう感じで、もっと宇宙の方に向かっていく。こっち温度低いじゃないですか。こっち温度高いじゃないですか。ほら、温度が高い方に向かっていく。こっちが宇宙の膨張の方向ですね。青の方向が。なんでかっていうと、ドップラー効果です。ドップラー効果。あっちが宇宙の果てになるのか。あそこが遠ざかってる側ですね。赤の方が。すみません。赤方位移があるんで、ハッブルの法則です。ドップラー効果で波長が遠ざかっていると、実際のものより赤にずれるっていう話があるんですね。ちょっと分かりにくいんでご説明しますが、音で言うと、パトカーがピーポーピーポーって来るとき、こうやって波長が、音の波長が、波が、こうやって来てるわけで、そのときに、この波長がですね、池にポツンって、パーって広がっていく、この波紋みたいのが、ミジンコがピュッピュッピュッって飛ぶとこで波紋が出てきますよね。この波紋が、ミジンコが泳ぎながら、近づきながら波紋が近づいてる感じ。これが近づいてるって感じなんで、波長がこうやって狭まります。高い音に変わるんですよ、近づいてくるものは。遠ざかっていくものは、アメンボがこうやって遠ざかっていくイメージ、わかります？アメンボが遠ざかっていくと、このこっち側から来るこの波って、実際の波よりもこうやって伸びていくんですよ。だから僕に届く時には赤にずれます。赤色に。これは赤方変異って言って、ハッブルの法則では宇宙が膨張している証拠です。実際はこのスペクトル型なはずなのに、どう計算しても温度がずれている。おかしい。この星の温度だったら、この色に見えるはずなのに、赤寄りに色が見えるよ、みたいな意味で、そういう小さな気づきのところで宇宙が膨張してるんだなっていうふうに想像したんですね。だからここが赤です。だから宇宙に向かうのは赤のイメージですね。で、紫に向かうっていうのは温度が高いところにね、ビッグバンに向かうから、過去に向かうイメージなのかな。ビッグバンは未来に向かうイメージなんですかね。ちょっと今、もう眠気もあるし、分からなくなってましたけど、とりあえず赤が始まって、赤、青、この辺。で、緑。こういう感じ。赤、青、緑。赤、青、この辺ですね。赤、青、緑。で、紫です。赤、触ってこう、赤だよって。青に向かって、青。そのまま緑。で、紫ですね。紫。これで、しっかりとした最初の。4色目になるんですかね。勝手に黄色が生まれてくると思うんですけど、この辺が基本の型になって、これが日本人で言うと、こんなイメージになると、心という感じになります。心の型ですね。マインドマップ書くときに、赤の色を引く。赤。で、青に向かって引いて、緑と紫です。紫。こんな感じで。そうすると、最初に心が入る。そういう感じで、日本人は
あのマインドマップをスタートするさせることができると思います。この方法は精神統一に入りやすいです。